最近は何かと忙しかった港りんごです。中学1年生になりました。と今日は完全復活して新しい曲も歌いたいと思います。中学校では数学が好きなので数学を頑張りたいです。今日歌う曲は中島美嘉さんの桜色舞う頃です。聴いてください。